旧男東洋組、紅白出場、報道で NHK の超ご都合主義に批判の声。裏には、ミーシャとの抱き合わせ、プッシュが。12月6日のスポニチアネックスは、男東洋組のメンバーを結成された6人組バンド、六根、はい、ソーシャルクラブ、以下、RS シーンが大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦。 に出場することを報じた。男と及組は、1988年に旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップからデビューした高橋和也、54、成田正治、55号前田公用、55、岡本健一、54の4人組ロックバンド。93年に高橋が退所してから活動休止していたが、 2022年7月に結成35週にあたって期間限定で復活し、今年8月25日の日本武道館ライブで正式に解散。その後、新メンバーにベーシストの寺岡良人55とドラマーの青山秀樹37を加えて RSC として再始動したグループである。 紅白、出場を喜ぶ声もあるのですが、それ以上に NHK が RSC を起用することになった経緯の内容から、ご都合主義もいいところじゃないかと、曲が出ています。女性誌ライター。RSC は今年9月1日に MISIA とコラボした楽曲、傷だらけの王者を発表していて、同曲は NHK の中継番組、ラグビーワールドカップ2023。 のテーマソングにも起用されていた。そのため、RS c の出場を願う声は多かった。しかし、9月7日に旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップは会見で創業者ジャニー北川氏、京都の課外を正式に認めたことで状況は一変。NHK の稲葉信夫会長は10月18日の定例記者会見で、 社名をスマイルアップに変更したことは本質的なことではないと話し、被害者への補償などが着実に実施されるまで、引き続き所属タレントの進行を行わないこと、紅白も同じ方針で臨むことを明らかにしていた。その後、11月13日、今年の紅白、 は44年ぶりに旧ジャニーズ勢が一組も出場しないことを正式に発表。RSC も出場歌手には選ばれなかったのである。RSC とコラボしていたミーシャは出場が決定している。例年、紅白の出場歌手は当然ですが番組の制作人がキャスティングします。しかし、 今年は、その上の NHK 全体のコンプライアンスを取り扱う部署が今年は9ジャニーズ税は起用しないと、しっかりと線を引いたといいます。関係者元男投与組のメンバーの4人中、高橋、成田、前田の3人は、すでに旧ジャニーズ事務所を辞めていた。しかし、 岡本さんだけは2021年11月に契約に切り替えていたとはいえ、旧ジャニーズ事務所と契約が続いていた。そのため、まだ旧ジャニーズ事務所の人と判断されてしまい、RSC の,の出場が叶わなかったということですね。それが一転して、紅白に出られることになったのは、岡本さんに紅白サイド。 周囲の関係者が粘り強い説得をしたことで、岡本さんが一時独立を決断したからだと言います。全道岡本は12月5日にインスタグラムのストーリーズを更新。旧ジャニーズ事務所は新たなエージェント会社を設立予定だが、新会社とのエージェント契約が締結するまでの期間は、自分の会社でセルフマネージメントして活動を続けていきます。 と、現在のエージェント契約を解除して独立する旨を発表したのである。NHK ジャニーズタレントを出場させないことを発表しておきながら、番組サイドは、岡本に、紅白への出場をプッシュ。しかも、岡本は、紅白、終了後は、NHK がダメと言っているジャニーズに戻ることを前もって明言した上で独立。そして、 その岡本がいる RSC の紅白出場を決めた。これは主義と言われても仕方がないだろう。この動きを受けて、六音好きだけど本当にこれで出られても嬉しくない圭一さんでもこうなるってどんだけ、しつこいんだ。本当に NHK 後輩が出てないから嫌だって言ってまで自分の都合だけでジャニーズは、 突き放すのにエージェント結んでる人がいる人を解除してまで出させるって。といった批判の声が紛失しているのである。旧ジャニーズでは NHK の稲葉会長がもと着実な保証の実施がまだ始まったばかりですよね。12月1日、スマイルアップは HP 上で保証金の支払いが開始したことを報告。 23人の被害者への保証金の支払いが完了したことを明らかにしました。しかし、被害者は数いる模様で、加害の事実認定などでかなり時間がかかっているようです。だから、売り上げなどでしっかりと結果を残しているスノーマンもストーンズも紅白に出場できないはずなのに、今回の動きは、 強引に岡本さんたち RSC に出場できるようにしたとしか見えませんよね。そしてこの背景には、MISIA さんが所属する芸能事務所の社長兼プロデューサー A 氏の存在があると見られています。芸能プロ関係者。A 氏は芸能界を引退東洋組の成田の復帰を岡本と一緒に説得したり、 成田が状況後も生活できるように飲食店の厨房の仕事を紹介したりと、男と及ぐみ復活におけるキーパーソンとして知られている。A 氏は及が紅白に出場できるようにもうプッシュしていた、と聞こえてきています。今回の紅白には A 氏の事務所の MISIA さんが出場するわけで、傷だらけの王者。 お披露するなら RSC も出場させてもらえませんかといった感じで NHK に対して MISIA と RSC の抱き合わせ出演を交渉したのではと言われています。その中で岡本さんが一時的にジャニーズから独立するという強引な落としどころで決着がついたのでは もちろんタレントに罪はないし、出場できるのはアーティストにとっても良いことではあるのですが、多くのジャニーズファン、音楽ファンからいた状況となってしまっていますね。全道岡本らが男と及組として最後に紅白に出場したのは 1909?RSC として34年ぶりの紅白に出場を果たし、ミーシャと 傷だらけの王者を歌い上げるのか